Bonjour, online フランス語学校 Ensemble en français 講師のジョゼフです。今日もとっても役立つフランス語の表現をご紹介したいと思います。フランスでショッピングをしていてカードで払いたいとき、カードでお願いしますをフランス語ではPar carte, s'il vous plaît. Par carte, s'il vous plaît. もう一回いきますね。Par carte, s'il vous plaît.パーカート、シルブプレーと言います。クレジットカードでも銀行のカードでもどちらもパーカート、シルブプレーで大丈夫ですよ。さて、もっとフランス語を勉強したいという方はAnsemble のレッスンでお待ちしています。À très bientôt!